クールオブロック女子クラスガールズロックス5週目担当橋本愛です。さて毎日本当に暑いですが、生徒の皆さんは夏バテしていないでしょうか。今日は私が女子クラスに通っていない間に届いた生徒の皆さんからの書き込みを紹介します。東京都のラジオネームタケラッチョちゃん16歳。愛ちゃんはめっちゃ可愛くて清楚でかつロックバンドが好きっていうギャップもたまらなく大好きです。愛ちゃんは私の1歳年上で同じ西暦に生まれた人だと思えない女の子です。まさに愛ちゃんみたいな女の子が女子高生なんだなっていつも思います。憧れの的です。ラジオ頑張ってくださいね。応援しています。モールルが流れることを期待しています。すいません、最初の5行本当にたまらないんですけど、本当に最後の1行だけ。今週はですね、もう曲を決めてしまったので次回流させていただきたいと思っています。楽しみに待っていてくださいというか、聞いていただけるか分かりませんが、よろしくお願いします。お次は福岡県のラジオネーム大栗俊くん15歳。橋本愛さんのジェジェを聞いてみたいです。よろしくお願いします。まずラジオネームを口に出すのに結構謙遜させていただきました、うちでは。あとそれですね、ジェジェの話なんですけど、私本当にジェジェって言わなくて、なんだろう、まあレナちゃんとかは時々ジェジェっていう時とかあって、あと他の皆さんもあって、あとは私の周りの友人とかがもうしょっちゅう言われたりするんですけど、私そうやってプライベートで無意識にも意識的にも言ったことがないなって最近気づいて、なので最近の目標は自然にジェジェを言うってことなんですよ。だからそうなるまでお待ちいただいてよろしいですか。はい、お次は京都府のラジオネームスヌスムムリクドラゴンくん17歳。橋本愛さんに質問。僕は最近読書にハマっているのですが、橋本さんのおすすめの小説は何ですか。私最近すごく本を読んでるんですけど、おすすめの小説、ですね、結構いろんなところでもおすすめさせていただいてるんですけども、あの人は雲を潰せないっていう小説が私の中ではやっぱりすごく、ほんとずっと視界に入るたびにときめくくらいの宝物です。あと他は何読んだっけな、あ、川上博美さんの小説ですね。最近すごく好きで、小説ならではっていうか活字ならではの世界観というか世界で読むというよりそこに行くような感覚にいつもなります。ぜひ参考になれば嬉しいです。本を選ぶとき、私は表紙とか絵とかで惹かれるものもありますし、まあ、そうやって好きな作家さんの本だったり、あと好きな作家さんの好きな作家さんとか、そうやって結構たどり着くことが多いですかね。お次は愛知県のラジオネームふみくん15歳。橋本愛様へ。あなたの映画は全て見ていくつもりです。これからもあなたの出ている映画を見続けたいと思います。あなたのおかげで生きていけます。本当です。なんか重くなってしまいましたが、純粋にファンですので怖がらないでください。いや、全然怖がらないですし、本当にありがたいですし、15歳の、まあ、年齢で見てるわけではないんですけど、まだ15年も生きていないその人生の中で、私がそうやって生きがいって言ったら大げさかもしれないけど、そういう対象になっているっていうのがありがたいの一言につきますね。あとは最近、まあ、あまちゃん、NHK の朝のテレビドラマの撮影と並行して映画も撮っていたりするので、で来年の公開作もぜひ楽しみにしていただけ
ればなと思っております。大森聖子さんの背中のジッパーをお届けしていますが、そうですね、この曲が収録されているアルバムの中の歌詞カードを一番最初に見ながら聞いたんですけど、全曲そこには何にもなかったっていうフレーズだけ大文字になってるんですね、この曲に関しては。その歌詞カード上でそこになんかこう爆撃を受けて、あ、なんかいいなと思いました。さて、橋本愛のガールズロックス、私へのメッセージやご報告相談などなどはガールズ掲示板まで書き込みをお願いします。アドレスは www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK です。そして入婚写真は締め切りましたが、入婚宣言はまだ受け付けています。抽選でスクールオブロック特製のクリアするタンブラーをプレゼント。一筆入婚宣言のページからぜひ投稿してください。アキビューとひとみんに入婚キャンペーンサイトもチェックしてもらえたら嬉しいです。それではまた明日、橋本愛でした。スクールオブロック。